宗教ハマってない違う宗教じゃない。第1回このポケモンカード何円なのレッツリーライフ、どうも春樹です。もちです。タイトです。ナセです。というわけでですね、最近ポケモンカードが流行ってるわけなんですよ。で、ポケモンカードの値段が最近上がってて、カードショップとかで見るとね、このカードがこんな値段なのみたいなよくあるんで、それを今回ね、クイズにしてみました。好きなポケモンは何ですか？ポケモン知らねえんだよな。このギラティナです。バネブバネ、バネブしか出てない。バネブバネブミユが好き。かわいいやつ。ミユ、ね、今回ポイントを制にするんですけど、一番値段に近い人に1ポイント入ります、はい、で、一番ポイントが少ない人は今言ったポケモンのカードを買ってもらいます。え、嘘でしょ。今初めて聞いた。うわ、もう本当に何それは。すげえ、脇役のやつにしていけばよかった。バネブはクソ安いと思う。やギラティナ高い。ギラティナ、ギラティナ、ギラティナミューは高いじゃん。はい、というわけで今回はこのポケモンカード何円なのクイズです。それではやっていきましょう。自由にやっていこう。絶対この曲おもろいと思ったんだよ。最高。では早速第1問こちらです。うわ絶対高え。うわ、これは高そう。めちゃめちゃ高そう。これは GX って何？これ GX っていうのは、うん、やっぱ強いんだな。そう強いんだ。でもパルキアだよ。ダイヤモンドパール時代のこれ1枚の値段だよね。そう、これ1枚の値段。あーあった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 回答を書きください。こんぐらいはしてほしい。じゃあせーので出してください。せーのドン。はい、352,200。待って、俺やばくない？俺やばくない？1200か。俺だけずば抜けてんじゃん。そんな高い？いや1200っしょ。正解は1000円ぐらいしてほしい。370円です。安い。マジで意外と安いんだ。もし1ポイント。そういう感じ。パルキアもっと頑張れお前は。では2枚目いきたいと思います。こちらです。何？え、わかんない。カプテテフ、カプテテフ GX でございます。また GX ポケモンがわからん。特製ワンダータッチ。え、すごくねこれ。やっぱカードの強さっていうのはやっぱ値段にさ、やっぱりそうね関係してくるからね。実用性があるカードが高いですから。こうなんて書いてある。あるやつってさ、実はめちゃめちゃなんかレアなやつだったりするよね。パルキアとかよりなんかすごい希少価値ありそうじゃない？確かにな。新しいポケモンだよね多分、うん、見たことないから。ではそろそろお願いします。そうなると、あ、ちなみに価格は全部 Amazon のシングルカードのプライムっていうついてるやつで決定してますので、せーのドン。800、400、500。おー、さっきよりちょい高ぐらいね。もちろんね、ちょい高ちょい高。さっきそこ2人は外したから抑えめです。抑えめでちょっと。こちらのカード超使われてます。高いぞ多分。値段5500円。あっ嘘だろおい。あ、そういうのあるのね。いや、見かけからしたら絶対パルキアの方が強いじゃん。そうなのよ。だからこういう風にしたね、モダン問題を。なるほどね。じゃあ3問目いきたいと思います。こちらです。いや、なんかレア感ある。なんだこれ、レア感あるよ。なんだこれ。ちなみにこちらベトベトン HR といって、多分ホログラフィックレアって言うんですけど。はいはいはい。なんかすごそうじゃん。まあ、とりあえず高いな、これは。高いだろう。そうけど、なんかこれで5000円以上するかって言われるとなんかな。いや、問題はベトベトンっていうのもね。渋いね。絶妙なポケモンでしょ。せーのドン。2100、7500、1000。いや、やばい。いや、マジで俺やばい。7500いった。それはすごいんじゃない。なんか答え1500円です。おー、いい。もう全然ダメじゃん。持ちだね。やった。100円差で持ち。なんで嫌なんじゃないの。では4問目。人影、これこいつ好き。こいつ可愛いよね。こいつ可愛いね。世代ドンピシャのポケモン。可愛いこいつ。なんかこういうのに限って高いってこと俺は祈ってる。うん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 。でこれだってめっちゃ昔のカードじゃん。でワンチャン普通に希少価値が高い説ある。あ、プレミア的なね。え、でもじゃあもうこれで、そう、普通のじゃん。普通だったらもう20もないです。何もないです。なんかカード自体はそんなに違うね。せーのドン。はい、ドン。10円、8000円、300円。嘘。待って、やばいやばいやばい。いや、もうあえてのもう、あ、まあまあまあ、希少価値高くないっていうきっかけ問題。答え
60円です。うわー、なんねえよマジでよ。おい、5問目こちらです。ねえ、かわいい。はい、はい、知ってます、こいつ知ってます。お、有利かな。でも見たこともないんだけど、これはでもなんか大したカードじゃない。かわいいな。これは大したカードじゃない。どういうサポートカードじゃん。じゃあ答えをどうぞ。せーの、ドン。はい、ドン。12,000円、300円、200円。おお、マジか。高いんですよこれは。本当に言ってる。これは高いんです。このカードはもうファンがいっぱいいます。なんで知ってんだよ。おい、知ってるんです。答えは32,000円でございます。おー、マジで。たっけ、そんなにすんの。浜田科学32,000円ですね。300。おい、もっと安いな。どうしたどうした。100倍だよ100倍。32,000円でございます。6問目、7問目は俺が実際に持ってるカードを使います。では6問目こちらです。ブラックマーケット、なんかダイヤモンドついてんじゃん。ブラックマーケットプリズムスターです。キラキラしてる、キラキラしてる。これは、高いぞこれは。デッキに1枚しか入れられないカードです。あー、でも1枚しかって制限できるってことはそんなにレアでもない可能性ある。いや、どうなんだろうな。めっちゃ遅すやん。せーの、ドン。600円、7万500円。バカなのか。答え1,500円です。めっちゃ普通じゃん。お、乗せ1ポイント。なんだって。うわ、当たると思ったのに騙されたわ。303。騙されたわ。4じゃね、4。嘘、さっきのあれ、あいつ当てたから22で、さっきの3万2000のやつは出ています。あ、そっか。では7問目こちらです。はい、いや、やばい。これはこれ知ってるもん。フーパ GX の。フーパって何なんの。そうです、そうでしょ。 SR です。これ絶対高い。 SR か。 SR ってどんなぐらいのやつだっけ。ボックスに1枚入ってるやつ。あー、1枚は確定なのね。じゃあいきます。せーの、はい。2,500、3,000、1,000。おお、いい感じだね。答え900円です。よっしゃー。お前頑張れよ。4桁いかん。もうなんでそんな強いやつが1000切ってんの。それな。次がやってらんねー。最終問題です。もう負けたじゃん。次の問題で一番低かった人が買うことにしようかな。よっしゃ、やばい。どれから見そうだ。どこ行った。最終問題こちらです。異国情だ。なにこれ。そうだろ。ダブル無色エネルギー。気持ち悪い。元気なくなった金玉だ。やめとけ。微妙すぎね、でも、そう、微妙すぎね、だってなんか、なんだ、微妙だな。倍かかるよ、マジで。いつもの最後だから、プライベートランキング。いや、クソつけんで。いや、いらんくないよ、これ。これ、いらんくない。いらん。いらないよね、普通に。普通に立ち回るよ。しー、乗せが終わったね。いや、ちょっと待って。俺これでも高いと思う。じゃあ行きます。いけ金玉、頼む。せーの、いやー。600、650。あー、なんで。待って待って待って。同じなのは違くね。マジ、なんで。同じなのは違くね。ダブル無色エネルギー、頼む。マジで。お値段39,500円です。よっしゃー。なんでそんな先。しゃー。ハネブお買い上げー。ふざけんな。どこに売ってんだよ、バネル。以上、ありがとうございました。よいしょ。